お目覚めだ。よかった、マクティ。すまねえな、シャツ。なんのなんの、お安いご用さ。
Thank you.
ラグナロク、怒りの日、パルスのルシオ、宿命に従い楽園を崩せ、死者の魂を光とし、永遠に眠る神を導く哀れな迷い子ラグナロク。死者の魂を光とし神を導くラグナロク。セラ、どうして？待ってたよ、目を覚ましてくれるのを。眠っている間ずっと感じてた。一緒にコクーンを救う方法を考えてたよ、セラ。分かったでしょ。奇跡を起こしてくれる救いの神なんてどこにもいない。だから私たちが呼ぶの。オーファンを破壊して世界を救って。やめろ。できないよ、姉さんは優しいから。そうでしょ、エクレール姉さん。よせ、セラは俺たちと一緒に前だけ見てるんだ。なんだ。その結果がこれだ。てめえ、くそ。幻を追いファルシを裏切り続けた結果、お前たちが守ろうとしたコクーンは救いなき滅びを迎える。ファルシにコクーンは壊せないはずだ。コクーンを滅ぼすのは人だ。コクーンは長く人々の生活の安全と平和を保ってきた。あまりにも十分すぎるほどにな。おかげで自分たちと違う異物に対する恐怖と憎しみはわずかな刺激で暴発するほど強大に育った。破滅の種が今芽生えを迎えるのだ。コクーンに何をした？私に代わりレインズを政府代表に据えた。レインズ生きてるのか？適当に動く道具としてよみがえらせただけだ。中身などとうに壊れている。だが何も知らぬ騎兵隊は彼を裏切り者とみなすだろう。彼もファルシに取り込まれたのかと。そこにファルシオーファンが黒幕だと餌をまけばどうなると思う？騎兵隊にぶっ壊させる気か？それともパルスの干渉を疑い怯えた人々が殺し合うのが先かな？終末へ向かう戦争だよ。お前たちはどうする？宴を共に楽しむか、それとも始まりの地で全てを終えるか。時が来たよ。
だな。招待状は渡しておこう。救いのない彼らを救えるのもラグナロクだけだ。コクーンを痛みから解放してくれ。こいつが道のゴールってか。ファルシの思惑をひっくり返す夢の一手を教えてほしいぜ。うちらがここにいた頃はなかったよな、こんなもん。うん、なかった。後で綴られた記録かもしれない。
私たちがクリスタルになった後にね。しもべが救う国運は大いなるパルスに抱かれし生命すべての敵である。我らのファルシはパルスの意志を感じ、ルシを選んで使命を授けた。ラグナロクへと成り代わり国運を滅ぼせと命じた。ラグナロクは羽ばたき、リンゼのファルシと戦って国運を打ち砕こうとした。しかし女神がルシを裏切り、ラグナロクの力を封じた。使命半ばで眠ったルシは忌まわしきバルト・アンデレスによって国運へと連れ去られた。女神は予言する。国運に眠るルシは悠久の時を経て蘇るであろう。ラグナロクは再び目覚め、国運を天より落とすであろう。女神の予言は絶対である。万事休すか。国運はおしまいなんでしょうか。そうすりゃ神様が全部救ってくれるってが。ファルシがいる限り戦いは終わらないんだろう。だったらやってやろうぜ。ダイスリーを止めりゃいい。オーファンはどうすんだよ。守るしかねえな。オーファンさえ傷つけなきゃ今度は別の戦争が始まるだけだ。ルシが人の争いを止められるのか。ライトさん、国運で言ってましたよね。できるできないの問題じゃない。やるんだって、今がその時なんだと思います。どんな小さな変化でも、たとえ一人の心からでもいい。僕たちで何かを変えることができれば。国運のみんなも動かせる。無茶言うぜ。無茶言わなきゃ始まんねえだろ。国運にいた時ね、花火に願ったの。国運を傷つけないで済むようにって。でもそれは間違いだった。願うだけじゃダメ、祈るだけじゃダメ。だから今度は絶対に国運を守るって誓うよ。どん底まで落ちてようやく伝えられる希望もあるってか。俺たちにしかやれないことだな。忘れ物を取り戻しに行くか。よし、うん。
とえ幻でも追いかけようって決めたんだ。それがこの旅で見つけた私たちの最後のところだったから。たどり着くしかなく、砕かれたとしてもいつか誰かにつなげていく。